1時間ですよ。絶対見ててね、頼むよ。これまたザマのね、公開リハのね、あのメール、これ読んであげたい。ちょっとパパッと読むね。これはですね、名古屋の井崎健二、剛公開リハすごかったね。ライブが進みつれてファンの熱気で会場の空調も、追いついて、いかない感じで温度もどんどん上昇。本当に暑かった。風がない分野外ライブよりも暑かったよ。後半空気が薄くなってきたの感じたから、俺は息苦しさを感じつつも拳を上げ続けた。まさに失神ライブを見せてもらったよ。失神者も出てた。ねえ、やっぱり四大野外ライブとまた異なって、ああいう小さいホールのツアーっていうのはガッと凝縮されますから、そのエネルギーが逃げていきませんからね。だから来てくれるお前らと俺との距離がなんせ近いでしょ。手足握れるでしょ。椿飛ぶよ俺の。ごめんね。剛公開リハ最高でした。決められたメニューで終わってしまう他のアーティストと違って、俺たちが一生懸命剛を呼べば答えてくれる。急遽予定を変更して弾き語りで歌ってくれた曲、涙が止まりませんでした。次は山梨へ行きます。おっとまた来んのかやばい。6列目から思いっきり拳を上げます。剛ありがとう。これは大阪府の堺市、東末ひろきくんありがとうね。剛さんはなぜあれだけ一生懸命に僕らのために動き歌い叫び、一人で、私たちのためか、一人でなぜあれだけたくさんの人たちを感動させられるのでしょうか。誰もが剛のコンサートを一度でも見たら必ずまた来ようと思うはずです。私もそうだったように、いつかラジオで、剛さんは人は誰かのために生きていると思うと力が出てくるんだよって言ってましたよね。私剛のひたむきな精一杯さにいつの間にか涙が止めどもなく流れてきます。ずっとずっと歌っていてほしい。これはザマ、札幌市のですね、稲垣純子ちゃん18歳からいただきました。ありがとうね。それから千葉を忘れたらこれ怒られるからね。千葉お前らシャカパン履いてきてなかったじゃねえかよ。俺のイメージとちょっと違ったな。町だった、かなり町だったよ千葉の連中。会場が町にあったもんだからな。俺のイメージはあの東金の向こうのほらあるじゃねえか、ちょっと柄の悪い感じのところ、走り屋野郎がいっぱいいるようなとこさ、86とかさ走ってるようなやつら、ああいうのがいっぱい来てっかなと思って、いや来てたんだけどね、ちょっとそこから距離があるんだよね。だからその辺ちょっとシャカパンがいないのが残念だった。シャカパン6、7人いたとかスタッフは言ってたけど、もっと全員がシャカパンでバラードを歌う時もシャカシャカ音がしてんだったら、俺アンコールの時にシャカパン用意してたからシャカパン履いて出ようと思ったんだけど、シャカパンの歌とか作ろうかなとか思ってたんだよ。まあでも千葉も最高よ。見捨てじゃないから今からメール読むよ。これはね、塚田奈央ちゃんからいただきました。17日の千葉ライブすっごい燃えたよ。前から10列目で今までで一番近くで剛を感じることができました。剛超かっこよかった。鍛えられた肉体に目が釘付けだったよ。剛最高。これからのツアー体に気をつけて頑張ってね。来年の桜島ライブ今から楽しみにしてます。バリさん残り2回なんで寂しすぎるけど、バリさんを通して剛が近くなったような気がしてすっごい嬉しかったよ。またいつかラジオで剛の声を聞くのを楽しみにしてます。剛大好き。ありがとうね。もう一枚一番最後いきますよ。これは、増渕健二、ホールツアー初日お疲れ様でした。さっき帰ってきたんですが、マジに剛のスタミナには驚きました。今回は、前から2列目の席が取れたので剛の汗の一粒一粒まで見えました。3時間ぶっ通しで内容も会場に来た剛ファンも最高でした。この勢いで最終まで突っ走ってください。まあこの勢いで行くけどな、行くけど3時間はもうやらない。俺もはっきり約束、確かこの前も俺これ言ったな気がするんだけど、お前ら俺を踊らせるな。俺は猿年だからね、有頂天なんだよ。すぐにすぐ踊っちゃうんだな。これが悲しきかな芸人の差がでございましょうか。皆さんてけてん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 って言われるとすぐ踊っちゃうんだ俺。ダメだな、まあ後でぐっと疲れちゃうよ。マジで今のねコンサートね、3時間これに30本12月までやったら俺死ぬよこれ。だからまあ頑張るけどね、それでもね、まあそれは俺を踊らせるのもやめさせるのもお前ら次第だから、お前らのエネルギーや情熱が俺に届いたら、俺は何回でもアンコールに応えます。楽しみにしておいてください。はい、ここで CM。